辻理恵は、佐賀県出身の日本の女性ピアニスト、キーボーディスト、主にアメリカ合衆国で活動している。ビヨンセのシングル曲1、1プラス1の演奏は、辻がピアノを弾き、ビヨンセがピアノ上で歌うのが定番となっている、音楽一家に生まれ、物心ついた時にはピアノを弾いていた。東京音大でクラシックを専攻し、卒業後は、アメリカのバークリー音楽院に進学し、 ジャズを学んだ。卒業してからボストンでキャリアをスタートさせるが、活動を始めて2年間は貧しい生活を強いられたという。2006年、エリック・ベネーの全米ツアーに参加。同年6月、ビヨンセのライブツアーのバックバンドを応募する、女性限定のオーディションに、友人の勧めで、軽い気持ちで参加する。アメリカご都市であった一時予選を通過し、ニューヨークで行われた。 最終予選に進み、ビヨンセの前で演奏した。この時のファイナリストは約30人でそのうち日本人は辻だけだった。もともと耳の良さには自信があったそうで、聴いた曲を即座に弾ける点が評価され、1万人の応募者の中から選ばれた。2010年帰省時に外線ジャズライブを行う。2013年現在に至るまでビヨンセの ファーストキーボードとして数々の TV 番組、イベント、コンサートに参加。また演奏だけでなくライブの楽曲アレンジにも深く関わっており、近年の公演ではミュージックディレクター2013年開催のザ・ミセス・カーター賞ワールドツアーではアシスタントアレンジャーとしてクレジットされている。ありがとうございます。